現在、日本主導で開発が進む次期戦闘機開発計画については、軍事マニアの間では外せない話題だよね。2035年の配備開始をめどに F2 戦闘機の後継機、F3 の開発が進んでいるね。かつて、日本の戦闘機開発で最もネックとなっていたのは、ジェットエンジンの開発だったが、今では IHI 社が牽引して開発に尽力しているみたいだぜ。期待するなっていうのが無理な話だよね。さて今回はそんな日本独自の最高技術の粋を集めたジェットエンジンについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本が初めて開発した戦闘機は、F1 支援戦闘機戦闘攻撃機だけど、これには、英国ロールスロイス社製のジェットエンジンが搭載されていたんだ。その後、F2 戦闘機の開発計画においても日本独自のジェットエンジン開発は、当時の技術では成し得ることができず、米国にジェットエンジンの提供を依頼することになったよ。しかし、当時の日米貿易摩擦の影響もあり、米国は日本へのジェットエンジンのみの提供を拒否して、結局は、日米で米国が圧倒的に有利な、屈辱的な内容の開発契約を結ぶことになったってわけ。このように戦闘機開発において、ジェットエンジンを独自開発できる技術があるのかどうかが、その国が戦闘機を独自開発する立ち位置にあるのかの決め手となるんだよね。そして、今までの日本は、残念ながら戦闘機を独自開発する立ち位置にはなかったんだ。そのような状況の中、F2 戦闘機の後継機 F3 の検討が2010年頃より始まり、防衛省は IHI 社に2010年に5カ年計画で次世代エンジン主要構成要素の研究を委託したよ。さらに2013年以降、戦闘機エンジン要素の研究、戦闘機用エンジンシステムに関する研究を順次開発委託していき、2018年6月には、XF91 と呼ばれるプロトタイプエンジンが、IHI から防衛省防衛装備庁航空装備研究所へ納入されることになったね。ちなみに、この XF9 が開発されるまでに前身となるエンジンが存在していて、それは、XF5 と呼ばれるエンジンで、このエンジンも防衛省当時防衛庁が IHI 社1995年度から、開発契約を結んで開発を進めたエンジンであり、1995年は F2 戦闘機当時は支援戦闘機の初飛行の年でもあるぜ。防衛省としても F2 戦闘機の屈辱的な契約内容には忸怩たる思いがあったようで、F2 戦闘機を開発している最中にありながらも、すでに F2 戦闘機の後継機開発に向けた動きを進めていたようだな。このように XF9 は1995年から開発を進めていたエンジンの集大成といえ、開発開始からプロトタイプの納入まで23年越しの成果物でもあるんだ。この XF9 は、F15 戦闘機に搭載されている、米国プラット&ホイットニー社製 F100 エンジンと同等のサイズであり、性能確認試験において、アフターバーナー作動時には15トン以上の推力を発揮し、アフターバーナー未使用時でも11トン以上の推力を確保しているよ。これにより、XF9 の開発要求は達成したことが確認され、そして、この XF9 の開発コンセプトは、ハイパワースリムエンジンと呼ばれるものだね。このコンセプトは、開発中の第6世代である次期戦闘機は、ステルス性能を高めるために大量のミサイルを機体内部のウェポンベイ爆弾蔵に収納する必要があり、機体内部の容積がウェポンベイにより逼迫することになるんだけど、そのため、機体内部に占めるエンジンの容積を小さくするために大出力でありながらも小型のエンジンが必要となったってわけ。次期戦闘機の仕様については、すでに公表されているデジタルモックアップ 3D データを活用して、実物大の試作品を制作せずともデザイン検証や評価を行える技術等を確認する限り、大型の総発戦闘機となっているね。そのため、現状の XF9 をさらに高性能化する必要があり、具体的には、より小型でありながらも高出力化を推し進め、さらに最新のアビオニクスを搭載し、高出力レーダーも装備するために大容量の発電力、運用コストを削減するための低燃費化も求められているよ。次期戦闘機の開発体制については、開発主体は三菱重工業が担当し、XF9 を開発した IHI、T4 練習機や P1 哨戒機などを開発した川崎重工業、陸自の次期多用途ヘリコプターも開発しているスバルが機体開発に協力するんだ。レーダー類や電子機器の開発は、三菱電機や東芝、富士通、NEC などの国内大手電機メーカーが参画するようだな。日本の名だたる企業が一致団結しているんだね。スポーツでいうところの日本代表ってわけだ。そして、
開発をより円滑に進めるために海外企業とも提携を進めることとなり、F-22 や F-35 などの最新鋭ステルス戦闘機を開発した、米国のロッキード・マーティン社が選定されているよ。ただし、このロッキード・マーティン社には日本はかなりの因縁を持っているんだよね。過去、田中元総理大臣が辞任する原因となったロッキード事件を起こした企業だし、ロッキード・マーティン社製 F-16 戦闘機をベースとした F-2 戦闘機の開発で、日本に不平等契約を結ばせ、日本が手出しできないブラックボックスだらけの F-2 戦闘機を作り上げた因縁深い企業なんだ。この F-2 戦闘機の開発には、日本は巨額の予算を計上したんだけど、契約で、日本が得た技術は米国に全て開示する義務が課せられた反面、米国の技術開示は極一部に止まったんだよね。巨額の欠税を投入して得られた技術は、特に根幹に関わる技術で得られたものは皆無に等しいものだったみたい。そのため、今回の次期戦闘機開発でも技術提携するのがロッキード・マーティン社となったことには、不安の声も多く聞こえているんだけど、当然、そんなことは当事者であった防衛省も痛いほどわかっているはずだよ。今回の次期戦闘機開発では、ロッキード・マーティン社だけではなく、米国以外の国の企業にも共同開発に向けた調整を進めているんだ。そして、現在、ロッキード・マーティン社以外で最も協力関係を築けているのが、英国のロールス・ロイス社と BAE システム社だね。英国でも日本と同時期にテンペストと呼ばれる第6世代戦闘機の開発計画を進めており、同じく第6世代戦闘機を開発する日本とは、時期も似通っており協力関係を結びやすい状況にあるってわけ。そして、BAE システム社とは、レーダーやアビオニクス関連での共同開発を進め、ロールス・ロイス社とは、エンジン開発において共同開発を進めていくことが、2021年の G7 首脳会議内で会談した菅前総理と英国ジョンソン首相との間で言及があり、現在最終調整が進んでいるよ。エンジン開発において共同開発を行う予定の英国ロールス・ロイス社は、日本では高級車のメーカーとしての側面の方が有名ではあるが、世界有数のジェットエンジンの開発製造メーカーでもあるぜ。そして、日本政府はこのロールス・ロイス社との共同開発は、技術支援を主軸としたものではなく、日英で共同開発したエンジンを海外へ輸出することで、エンジンコストの削減を狙っているのではないかとの憶測も流れているな。エンジン開発において世界的には後進国である日本製のネームバリューでは、他国でのセールスは難しいものがあるため、ロールス・ロイス社の知名度を活かして、世界へ販路を広げようというんだろうね。そうすれば、エンジンの生産数が増加するために導入コストは低減するし、保守部品の確保も容易になり、整備コストも削減できるから。財政が厳しい日本において、高性能でも高価な戦闘機は数を揃えられないもんね。だからこそ、少しでもコストダウンを図りながら、高性能でありながらも、コストパフォーマンスの優れた戦闘機を開発しなければならないってわけ。このように日本において次期戦闘機のエンジン開発は、比較的順調に進んでいるけど、それに対して中国の軍事メディアが記事にしていたみたい。中国はジェットエンジンの開発には成功しているが、中国国産の第5世代戦闘機である J20 戦闘機の配備を進めていく上で、この搭載するエンジンの不調に悩まされているようだぜ。もともと、旧ソ連製のエンジンをベースに開発を進めていたが、日米欧が開発するエンジンの水準には達していないようだしな。そのような中で、中国の軍事メディアは、日本が開発する XF9 の開発が順調で、アフターバーナー使用時の最大推力が15トンに達し、燃焼機の出口温度が1800度に達する高温にもかかわらず、それに耐えられることに注目しているよ。そして、XF9 は米国の F-22 ラプターに搭載されているエンジンである、世界最高性能の F-119 エンジンにも匹敵するエンジンであるとしており、日本製エンジンの優位性を報じているようだね。しかし、これは、中国のエンジン開発が遅れていることを周知することで、より中国がエンジン開発に注力すべきであるという意見表明でもあるのかも。ただし、中国では2018年頃には第5世代戦闘機に搭載可能な性能のエンジン開発は完了のめどが立ったようだし、中国製エンジンを搭載した J20 を2021年までには150機、2025年までには200機を配備すると言われているよ。このような中国の第5世代戦闘機の配備状況に対して、航空自衛隊の第5世代戦闘機は、F-35A を105機1機墜落により損失、艦載機型の F-35B を42機購入する計画となっており、
合計で墜落した1機を除けば146機、第5世代戦闘機のようで、日本は中国に対して劣勢となるんだ。そこで、日本は質で対抗するために第6世代戦闘機の開発、及び配備を早急に進めなければならない状況ってわけ。なお、現在世界で進む第6世代戦闘機の開発計画は、英国のテンペスト、フランス、ドイツ、スペインの3カ国が共同開発する FCAS フューチャーコンバットエアシステム将来戦闘航空システム、日本の次期戦闘機であり、それぞれ実現の可能性は高いものとされているぜ。そのような状況の中、中国は有人機による第6世代戦闘機開発は早々に諦め、無人機開発に注力していくとされているな。中国では、第5世代戦闘機である J20 に搭載するエンジンの開発には成功したものの、第6世代戦闘機に搭載可能なエンジンの開発には至っていないみたい。そのような中、中国ではドローンや AI 技術の進展が著しく、それによって有人機開発から無人機開発に舵を切ったのかもしれないね。今後、有人機開発、無人機開発と次世代戦闘機開発には多くのアプローチを各国が成していくと思われるけど、そのどれが第6世代戦闘機の主流となるのか、注目していく必要があるだろうね。そして、日本が開発する次期戦闘機が、次世代の主流となりうるのか、日本の将来がかかる重要なプロジェクトと言えるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の戦闘機産業は、かつてゼロ戦を作り上げた三菱重工などが尽力しているね。ゼロ戦はかつて日本を代表する戦闘機だったもんね。映画なんかでもよく出てくるし、国民にも最も周知された戦闘機なんじゃないかな？そうだな。関連企業が F1、F2 という国産戦闘機の開発実績なども生み出しているが、アメリカから最新鋭戦闘機を購入するなど、国の事情によって配備される戦闘機が変わる、という状況でもあるぜ。そんな事情の中でも、次世代戦闘機の開発については日本独自の路線で進めようということになり、国内企業を中心としたコンソーシアムが立ち上がり、2035年の収益を目標に作業が進められているみたい。だが、この次世代戦闘機の開発にあたって、日本が大きなトラブルに直面していると言われているな。うんうん。さて今回は、日本が抱えているトラブルの真実、そして次世代戦闘機の開発の今後について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の次世代戦闘機の開発は、すでに試作機の製作過程に進んでおり、2020年代後半には試作機による試験飛行を積み重ね、2035年の正式採用に向けた量産機の製造ライン設置に向けて、準備を進めることになると考えられているみたい。もちろん、この次世代戦闘機には日本ならではの技術をふんだんに盛り込むことが想定されており、特に注目されているのは窒化ガリウム技術だね。窒化ガリウム技術って何？窒化ガリウム技術は、2022年現在でも多くの電子部品に取り入れられているもので、私たちの生活に身近なところでは、スマホの充電器に窒化ガリウムが採用され、高速充電の実現に寄与しているんだ。そもそも窒化ガリウムを採用することで、急激な発熱の抑制につながるってわけ。つまり、スマホ充電器が充電中に発熱しないのは、窒化ガリウムが発熱を抑制しているわけだね。この窒化ガリウム、次世代戦闘機のエンジン部分への採用が期待されているんだけど、ジェットエンジンは瞬時に高熱を発するため、その際に周辺部分の破損や機器の損傷をもたらす危険性があるんだけど、窒化ガリウム技術を採用することでそれらを防ぐことが可能になると期待されているんだ。このように、日本の次世代戦闘機については様々な新技術が採用されることが期待されているけど、その進捗状況や盛り込まれる技術や兵装について、詳細な情報が漏れ聞こえることはあまりないよね。もう少し情報を開示してくれてもいいのに、と思ったりもするけど、最新技術の漏洩を危惧するなら、なんかよくわからないけどすごい性能らしいぞと匂わせておく方が、中国も北朝鮮もびっくりするかも。そんな次世代戦闘機の開発について、久々に情報がもたらされたのは2022年2月のことだね。2022年2月15日、イギリス国防省が戦闘機用センサについて、日本と共同研究を行うことに合意したと発表したんだ。久々に日本の次期戦闘機開発に関係する、
具体的な動きが報じられる出来事であったように思えるよ。今回発表されたイギリスと日本との共同研究は、2022年4月からイギリスのスコットランドで始められる予定とされており、イタリアの防衛産業大手企業の現地法人レオナルド UK が、アーキテクチャを提供することになると思われるんだ。このレオナルド社は、イタリアをそしてヨーロッパを代表する軍需企業で、イギリス関係では共同開発で生み出されたユーロファイタータイフーン戦闘機のレーダー開発を担うなどの実績もあることから、今回の日本&イギリスの共同研究に関与することになったと言われているみたい。日本とイギリスは、レオナルド社が持つ共用作業の経験と経緯から、戦闘機用センサについて先進技術を有するレオナルド社、そしてそのイギリス現地法人レオナルド UK 社を選択したわけだけど、これにはイギリス側の強い事情があったものと言われているよ。イギリスにおいて、今回の共同研究はジャガー、ジャパン&グレートブリテンユニバーサルアドバンスド RF システム通称ジャガー計画、と呼称されており、これに用いられるユニバーサル RF センサ技術は非常に高度な索敵能力を実現する、まさに計画の要となる部分であるとされているんだ。ちなみに、レオナルド UK 社によれば、その新型センサは従来のものに比して1万倍以上にも相当する戦場でのデータ収集が可能であるとし、これまでにない超高速で敵を検知することができる能力を発揮するものだと説明されているぜ。日本の次世代戦闘機開発の観点から考慮すると、今回のレオナルド UK 社とのセンサ類、そしてイギリスのロールスロイス社と機関部の共同研究といった相次ぐ共同研究により、欧州の最新鋭技術を難なく手に入れることができ、その結果完成させる次世代戦闘機は、まさに最新鋭の第6世代戦闘機であると期待されているよ。今までの日本における戦闘機開発は、国産機とはいえども、実際にはアメリカの軍需企業が肝心の部分をコントロールし、いわば現地生産レベルの行為しか認められず、国産と名乗るのは少々歯がゆい部分があったのも事実なんだよね。緊張する近隣国との関係がどうあろうとも、アメリカの意向で2000級の戦闘機や技術しか与えてもらうことができず、1000級の兵器はアメリカ自身が運用する、それで日本を一緒に守ってやるからいいじゃないか。といえば聞こえはいいんだけど、2022年になって国際情勢は急激に変化しているよ。EU や NATO への加入を望んでいたウクライナに対し、ロシアの軍事的圧力が増す事態となっても、アメリカはロシアを牽制するのみで、結果的にロシアによるウクライナ侵攻を許す結果となり、侵攻が始まってもアメリカや NATO はウクライナのために軍事力を行使することはしない。ウクライナは強国の事情に翻弄され、戦争に巻き込まれてしまったと言っても過言でないんだよね。日本は違う、日米安保条約があるじゃないかという人もいるだろうけど、でも、尖閣諸島に中国軍が押し寄せて不法占拠したとしても、沖縄のアメリカ軍は一緒に戦ってくれるのかどうか怪しいんだ。民主党政権になってから、アメリカの関係筋からは尖閣諸島などの領土問題は当事国の問題と言い切られ、日米安保条約の範囲に尖閣諸島を含むのかとの疑義に対しては施政権の及ぶ範囲とはぐらかしているアメリカ。そんなアメリカに国防を頼り切っているだけで、本当にいいのか疑問だよな。だからこそ、今回の次世代戦闘機の開発は、いわば脱アメリカ依存の解消という命題を抱えていると考えるべきだぜ。その点、イギリスがここまで協力してくれる令和の日英同盟が生まれたことは、ありがたいことだと思うよね。とは言いつつも、日本の次世代戦闘機開発には、パートナー企業としてアメリカのロッキード・マーチン社も関する予定となっているみたい。これは、正式な合意と契約締結がやがてなされるとは思うけど、日米安保条約で一緒に日本を守ると決めている以上、兵器の運用や補給などにおいてアメリカと共通理解をしておく部分は必要だし、この関係をキープしておくことも、今の日本にとっては諸般の事情としては理解できる部分だね。そもそも、日本の次世代戦闘機は日本が独自に仕様を定め完全に自国内での単独開発を行うのか、次世代戦闘機の開発に迫られている他国との共同開発を行う、そして他国で開発された戦闘機に改良を施すイコール購入するのか、大きく3つの選択肢があったわけなんだ。2022年2月の時点の状況から考えると、今の日本は単独開発と共同開発の中間を進んでいるように思えるよ。2018年12月に安倍内閣が閣議決定した方向性では、国外関連企業との連携を視野に入れつつ、日本が主導する戦闘機開発を推進するというものであって、自国開発メインの方針を強固に打ち出したものだったんだけど、
実際には経済的な合理性までを加味するとその実現が困難である実情が浮かび上がっちゃうんだよね。例えば、航空自衛隊でも導入を始めているロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機たる F-35 ライトニング2は、すでに開発費総額が6兆円を超過しているとも言われ、今後も継続されるアップデートを考慮すればもっとその金額は増えるわけで、日本単独でこれだけの費用を捻出できるのかといえば、正直言って無理であることは間違いないんだ。次世代戦闘機の開発には金がかかる。その実情を理解している国々も増えており、近年の世界的な戦闘機の運用においては第5世代戦闘機の登場は進みつつも、従来の第4世代戦闘機に近代化改修を行い、一部に限定的なステルス性能やレーダーセンサ類を強化することで延命している国々も多くなっているみたい。ウクライナ侵攻が始まるまでの世界情勢は、大きな戦争や紛争が行われることもなく、むしろ戦闘機をはじめとする様々な兵器の延命を行い、開発コストを延命することに終始していた状況だったしな。ウクライナ侵攻によって世界情勢に変化が見られるとはいえ、日本の次世代戦闘機は2022年度より本格的な設計に着手するスケジュールとなっていることは事実だよ。そのことが、日本の国防計画の見直しの契機となり、次世代戦闘機の開発が加速するようなことを期待しているのは、多くの人が思っていることだよね。通称 F3 と呼ばれることになるであろう。日本の次世代戦闘機だけど、なかなか日本独自の技術だけでは世界レベルの戦闘機になり得ない部分もあり、その部分をイギリスやアメリカの力を借りながら補っていく、というのが当面の方向性のように思えるかな。今後、どの程度次世代戦闘機の情報が公開されるかはわからないけど、公開されることで中国や北朝鮮などが多少なりともおとなしくなることを期待しているよ。そして、そのための次世代戦闘機となってくれることを、期待していようか。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。F-35 ライトニング2は、米国のロッキード・マーティン社が開発生産している第5世代ステルス戦闘機だね。米国は戦闘機の開発において頂点に君臨していると言っても過言じゃないもんね。全世界で1000機以上の導入が見込まれているからな。ちなみに西側のベストセラー戦闘機としては、第3世代戦闘機で F4 ファントム、第4世代戦闘機は F16 ファイティングファルコンで、第5世代戦闘機としては、この F35 ライトニング2がベストセラー戦闘機になるであろうことは確実だね。ということで今回は、そんな F35 ライトニング2の量産が全世界で本格化していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。F35 ライトニング2だけど、ロッキード・マーティン社より2021年度の総生産数が発表されたよ。2021年度の生産数は世界で142機となっていて、この中には、航空自衛隊向けの F-35A も6機入っており、ステルス戦闘機としては初の大量生産体制が敷かれた戦闘機でもあるんだ。日本は2021年までに A 型通常離着陸型を47機、B 型短距離離陸垂直着陸型を8機調達するための予算を執行しており、2012年より開始した調達予算の執行だけど、2021年までの9年間で A 型及び B 型の両タイプ合わせて、1兆2000億円近くの調達予算が計上されているよ。そして、日本は現状では全部で147機 A 型105機、B 型42機を調達する予定となっており、F4EJ 改善機退役と F15JDJ の初期型を全て F35 に入れ替える予定みたい。このように F35 ライトニング2は、現在、米国の同盟国や友好国で導入が進められているんだけど、おととしの2020年度は世界的なコロナウイルス感染拡大の影響で工場の稼働率が低下し、F35 の生産数の鈍化が指摘されていたけど、2021年度は工場の稼働率も上昇し、生産数が拡大してきているよ。F35 ライトニング2を生産する工場は、現在のところは、米国テキサス州にあるフォートワークスにある工場、イタリアのカーメリにある工場、日本の愛知県西春日郡富山町になる工場の3カ所となっており、これらの工場は FACO 最終組み立て検査施設と呼ばれているんだ。日本にある FACO は、三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場が指定されており、この工場では2015年12月より F35A ライトニング2の生産工場として稼働を開始し、航空自衛隊向けの A 型機体の製造を担当しているよ。小牧南工場では、ノースロップ・グラマン社とロッキード・マーティン社、B
BAE システムズ社の各社で生産して送られてきた機体各部の部品から機体本体を組み上げて、日本の IHI 社でライセンス生産した機関部ジェットエンジンを取り付けることにより、F-35 を製造しているってわけ。小牧南工場では、部品の製造は行っておらず、世界各地の工場で製造された部品や機器を組み上げることにより機体を製造するため、FACO 最終組み立て検査と呼ばれているぜ。そして、この小牧南工場の年間製造可能数は6機となっており、この6機という機数は、防衛省が予算化している年間調達機数から来ているな。そして、その小牧南工場へ納入するジェットエンジンをライセンス生産している IHI 社だけど、同社は相馬及びクレ島にある同社工場で部品の製造を行い、東京の瑞穂工場にてジェットエンジンの最終組み立てを行っているよ。IHI 社は、F-15J イーグルのジェットエンジンもライセンス生産した実績があり、次期戦闘機として開発中の次世代第6世代戦闘機のジェットエンジンの設計開発も担当している、日本最大のジェットエンジン製造メーカーだね。この IHI 社が F-35 用のエンジンの生産と今後の定期的なメンテナンスの対応を行うものと思われるんだ。このように日本の FACO 小牧南工場は、年間生産数が6機となっており、2021年も計画通りに6機の F-35A ライトニング2の最終組み立て及び検査を完了させているよ。ここから判明することとして、2021年の F-35 の全世界での生産数は142機だから、残り136機の生産は、米国とイタリアの2カ所で行われたということであり、他に工場の生産数は日本とは桁違いの規模であることに驚かされるよね。この F-35 の導入を2020年までに進めている国としては、米国、日本、韓国、シンガポール、英国、イタリア、ノルウェー、オランダ、ベルギー、デンマーク、ポーランド、イスラエルなどがあり、これらの国の機体を2021年に生産していたことになるぜ。このように多くの国で導入が進んでいる F-35 だけど、2021年にも導入を決定した国は増え続けているみたい。2021年は、スイスが通常離着陸型 A 型を36機、フィンランドが同型機を64機、導入決定しているからね。他に検討中の国としては、カナダ、ギリシャ、スペインなどがあり、特にカナダについては、88機の導入を検討しており、F-35 の大口導入国となる可能性があるんだ。カナダは、現在、FA-18 スーパーホーネットとグリペン E と比較検討をしており、2022年中に最終判断がなされる予定となっているよ。そして、このカナダ以上に F-35 の導入を検討していた国があるんだ。カナダ以上、すごい大口の導入だね。それってどこの国なの？それはトルコだね。トルコは F-35 の A 型を100機以上導入する計画を持っており、機体の部品製造まで手掛けていたんだ。しかし、トルコは米国の反対を押し切りロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を強行したため、F-35 の導入計画は2018年に米国が凍結している状況だね。そうなんだ。アメリカを差し置いてロシアを選んだんだね。トルコは2008年よりトルコの首都アンカラにあるトルコ航空宇宙産業 TAI にて、F-35 の機体部品の製造を手掛けているよ。そして、機密事項の塊であるステルス戦闘機の部品製造を行う国が、仮想敵国であるロシアの兵器を導入することとなったことから、米国内で機密情報の流出が強く懸念される事態となり、米国はトルコに対して、ロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を行うことに強く反対したってわけ。しかし、その反対を押し切り S-400 をトルコが導入したことで、2019年7月には、F-35 の引き渡し中止とトルコへの部品製造委託も中止される事態となっているんだ。米国内ではトルコへの制裁には反対意見も多くあったぜ。それは、トルコ航空宇宙産業 TAI の工場で生産している F-35 の部品総数は900点余りにも及ぶ多岐にわたるもので、これを代替するには時間を要することもあり、量産体制にある F-35 の生産に大きく影響を及ぼす懸念があったからだな。しかし、米国としてはトルコがロシアへ接近することは絶対に容認できない事態であり、これまでトルコを支援してきた米国としては、トルコの裏切りとも取れる行動に対して何の対応も講じないことはあり得ず、最終的には制裁を実施することとしたってわけ。近年、米国とも友好関係のあったトルコ、ロシア製兵器を多く導入してきたインドなどの新興国家は、元来、米国派かロシア派かの二択であった選択肢のほか、第三の独自の選択肢を行使することも増えており、これまでの米国圧倒的優位な世界情勢に変化の兆しもあるみたい。
こうした F-35 の導入を検討している各国の不確定な動きは、中東最大の国家であるアラブ首長国連邦も同様であり、2017年頃、アラブ首長国連邦は F-35 の導入を前向きに検討していたんだ。これは、同国が長年敵対関係にあったイスラエルとの国交樹立を宣言し、イスラエルと友好関係にあった米国との関係も改善方向に向かったため、2021年1月に F-35A を50機導入する方向で、トランプ政権下の米国とアラブ首長国連邦間で契約の締結がなされたってわけ。しかし、トランプ政権からバイデン政権へと政権交代がなされた後、バイデン政権はアラブ首長国連邦が行ったリビアやイエメンへの爆撃を理由として、2021年12月には F-35A の同国への輸出は中断されるに至っているよ。このように F-35 の導入を希望しながら、米国の意向で導入がなされていない国は他にもあり、それは日本の隣国である台湾もまたしかりだね。台湾は、経済的にも軍事的にも強大化し、領土的な野心を隠そうともしない中国とは対立関係にあり、この中国に対抗するために高性能な第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の導入を米国に強く希望していたんだ。しかし米国は、中国を強く刺激することに対しては及び腰であり、特に台湾への最新鋭戦闘機の輸出は、中国が過剰な反応を示して不測の事態に発展する可能性や、台湾の親中派による中国への F-35 のデータに関する情報流出の危険性もあることから、米国は台湾への F-35 の輸出を拒否し、第 4.5 世代戦闘機である F-16 ファイティングファルコンの最新型の輸出に止める対応をしているよ。考えなしに輸出するわけにもいかないもんね。いろいろ難しいな。米国は対中国に対する対決姿勢を鮮明にしており、米海軍を中心として対中国を念頭に置いた戦力整備計画を進めているからね。しかし、現状、米国内では中国は台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦力を有してはいないという判断が大勢を占めており、それが、F-35 の輸出を承認しない一因でもあるようなんだ。それでも米国政府としては、中国の巨大化に大きな危機感は持っているため、今まで輸出を躊躇していた第 4.5 世代戦闘機については輸出承認を行っており、これまで F-16 の初期生産型を輸出していたのが、今回、最新型の輸出を決定したことからも米国政府の中国に対する警戒感が現れていると言えるんじゃないかな。このように台湾軍の質的優位を確保するために米国は中国を刺激しないよう慎重に兵器の輸出を行っているけど、もし、米国が台湾 F-35 などの最新鋭戦闘機を輸出することになれば、それは、中台間の緊張が非常に高まってしまった状況であるということになるね。そうなれば、日本への影響も無視できず、台湾の現有戦力の増強は日本としては歓迎できるものの、F-35 が台湾へ輸出されるほどの状況というのは、日本として歓迎はできないものであると思われるよ。このように世界的ベストセラー機となる要素が多くある F-35 ライトニング2だけど、米国と各国の思惑が複雑に絡み合い、一筋縄ではいかない状況も多く発生しているってわけ。日本も F-35 ライトニング2の大量保有ユーザーだけど、かつて F-22 ラプターを導入しようとして失敗した失態を繰り返さないためにも情報管理保持の徹底と対中国及び対ロシア、対朝鮮を念頭に置いた十分な防衛体制の構築と平和維持に努めていただきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国空軍の最新鋭戦闘機殲20J20 について、みんなは知っているかな？いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機で、中国での愛称はマイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されているな。中国はドラゴンの印象が強いよね。ステルス機でドラゴンはちょっと主張が強い気もするけど。そうだな。第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機だったよな。その通りだね。さて今回は、そんな中国の最新鋭戦闘機 J-20 について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在において先ほどの3機種。F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57だけなんだ。
2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っていて、それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとし、F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットの連動について、想像していた以上に高いものであったとしているみたい。また、その際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ500 空K500 も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘したんだって。中国は連動まで上げてきたんだね。ますます注意が必要だ。そうだね。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については、J-35 のような対地、対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような制空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしているようだね。J-20 は中国航空工業集団工司の一つである成都機工業工司で開発されたことから、ジェングダ成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では次代中国語でリボンを意味するとも呼ばれているよ。これは、第5世代機の中国での呼び方である4代機の次代と次代の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているんだよな。そうそう。J-20 の開発は1990年代に始まり、2010年の末に成都機工業工司のテスト飛行場敷地内で地上走行試験が実施されたことが確認され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに機体の醸造が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになったんだ。2011年1月には初飛行に成功したんだけど、その機体が電波吸収素材の塗装が確認されたことからステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトホークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015 から 0.005 平方メートルで F-22 も 0.0002 から 0.0005 平方メートルであることと比べると、ステルス性能では若干劣ると見られているよ。2016年11月1日に広東省の樹海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J-20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしているね。また、2018年9月には J-20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされているよ。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものとみられているぜ。J-20 の初舷って把握できてるの？現時点で推定されている J-20 の初舷は、全長 21.2 メートル、全幅 13.01 メートル、全高 4.69 メートル、空挙重量 17,000 キログラム。最大離陸重量 36,300 キログラム、実用上昇限度2万メートル、最高速度 2,500 キロメートル、毎時最大航続距離 5,900 キロメートルとされ、総発のエンジンは初期型においては、ロシア製デスホイ27フランカーに搭載されている、サプールン AL31FM に最大推力145キロニュートンを搭載していたんだけど、2021年9月に行われた航空ショーで国産エンジンの WS-10C 最大推力 147kN が搭載された J-20 を飛行させ、このタイプの J-20 が量産体制に入ったことをアピールしたんだ。中国では J-20 用エンジンとして WS-15 最大推力 180kN の開発を進めているんだけど、それが難航しているために、すでに開発済みであった WS-10 の推力を引き上げ、魚市場のステルスノズルを備えて J-20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS-15 実用化までのつなぎとしたってわけ。しかし、WS-10C には水力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F-22 より劣るとされ、中国では2022年から WS-10C に水力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト CSCMP が報じているよ。また、J-20 のセンサーにはアクティブ電子操作アレイ AESA レーダーが搭載されているんだけど、この AESA レーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて出力電力は 24kW 達するとされているんだ。
この数値は F-22 が搭載しているエーサレーダー ANAPG-77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J-20 に搭載されているエーサレーダーは ANAPG-77 より探知距離が長いのではないかと見られているよ。また J-20 には、F-35 に搭載されている ANAQ-37EODAS によく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F-35 と同様に電子光学照準システム EODAS を備えているんだけど、F-35 の EODS-86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、J-20 の EODS は空対空目標の補足照準に比重を置いていると見られているね。ちなみに、J-20 の1機あたりのコストは1億から2000万ドル、約130億から160億円と言われているが、2000年代の初頭では4億5000から5億元、約88から98億円とされていたもので、それは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は約300億元、約6000億円以上であろうと見られているぜ。F-35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり、約7300万ユーロ93億円で購入するとされていることからすると J-20 はかなり高いんだけど、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっていると思われるよ。また、日本が購入する F-35 の価格が1機約130億円と J-20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないか?などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっているんだけど、これは日本での F-35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているんだよね。防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F-35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めているんだ。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す、次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためであるが、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているってわけだな。そういうこと。そして、J-20 の研究開発費が約300億円、約6000億円以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F-2 戦闘機の後継機種として防衛省が開発を進めている航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっているよ。しかしながら、これについては過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているんだから、 F-16 ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が次世代第6世代とされる戦闘機を開発するのだから当然とする見方があるんだ。自衛隊の装備品を全て国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。きたきたきた、レールガンなんて中二病の最高峰だよ。モテカのテンション振り切ってるな。だってあのレールガンだよ、超電磁砲だよ、コイン飛ばすだけでビルに穴開けちゃうんだよ。ちょっと待て、分かってはいたがそれアニメの話だよ。ちさかちゃん可愛いよね。まあ否定はしないが、とにかく現実的に考えようぜ。今回は現実的なレールガンの話だからね。でもやっぱりロマンだからね。早く本題に入ろうよ。わかったわかった、それじゃあ行ってみよう。まずそもそもレールガンとは、従来の火砲のように削薬の力で砲弾を発射するものではなく、物理学でいうローレンツ力、要は電磁気の力で砲弾を発射する近未来の兵器として、
各国で研究が進められてきたものなんだ。レールガンの予備知識に関してはバッチリだよ。ガイデンまでしっかり主張済みだからね。知識の出どころがアニメってのがお前らしいな。でも実際、一足早く SF やアニメの世界では最先端の軍事兵器として描かれることもあったけど、現実の世界では実用化は遠く、実際に軍隊が使用するレベルに到達はしていない模様なんだよね。そうなの？あからさまに落ち込むなよ。世界各国の軍隊においてレールガンの実用化に対する意見は様々だが、日本では2021年8月末に公表された令和4年度防衛予算の概算要求にも同内容の研究が記載されており、将来的な投資を行う方向にあるよ。日本の防衛省ではレールガンの運用を、自国の水上戦闘艦に向けて発射される敵の極超音速対艦ミサイルの対空迎撃に用いることであったけど、将来的には対地及び対艦攻撃用への応用も視野に入れているらしいんだ。現在の日本の仮想敵国とされるロシアや中国が極超音速兵器のしるべ対策とも言える一環で、前者の対艦巡航ミサイルチルコンや、後者の DF-17 の脅威に、対抗する対空兵装とするのだろうね。ロシアのチルコンに関しては2020年10月および11月に、同国海軍のフリゲート艦アドミラルゴルシコスの VLS から、発射実験を行った際の映像が YouTube 上でも公開されて注目を浴びており、実戦配備も直近だと思われるぜ。この発射実験でチルコンは飛翔距離 450km、飛翔速度マッハ8だと公表され、スクラムジェット推進方式での石油系燃料として最高潮といわれる、飛翔速度のマッハ8をすでに叩き出しているとのことだ。飛翔速度をマッハ6に抑えたら、今回達成した飛翔距離 450km の倍以上の距離が物理的には到達可能であるため、チルコンの最大射程は 1000km 以上になるという声も聞くぜ。一方中国の DF-17 はトンプー17とも呼ばれている極超音速滑空ミサイルのことを指し、2019年10月の軍事パレードで初公開されたが、全 DF-16 弾道ミサイルを改良し弾頭部分が極超音速滑空体仕様となっているよ。この DF-17 は推定値で水平飛行距離が 1400km、最大到達高度 60km、平均速度マッハ6以上の性能を有すると推測されており、最大高度到達後に弾頭部分の滑空体がマッハ3以上の速度で、目標に向かう恐ろしいミサイルなんだ。チルコン、DF-17 ともに飛翔速度が極超音速ではあるものの、既存の兵器、例えばアメリカのイージス艦が搭載しているような長距離艦対空ミサイルの SM-6 などであれば週末時点で迎撃可能と言われているよ。だが SM-6 のような長距離対空ミサイルがない場合や、あった場合でも能力を上回る方や攻撃等への可能性を考慮した場合には、より多層的な防空兵器の保有が望ましく、我が国の防衛省ではこれを念頭に考えているのだろうぜ。日本の海上自衛隊の場合、イージス艦コンボイ型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻は、北朝鮮の弾道ミサイル防衛のためにも常備しておく必要性が高く、稼働訓練面でのローテーションからの余裕が少ないんだよな。このような不安を解消するために導入が期待されていた陸上設置型のイーグルアショアも、昨年2020年に発射後のブースター落下の安全性が担保できないとの理由で中止となってしまい、日本のミサイル防衛は修正を急いでいる状態だぜ。そんな状況下で電磁気の力で砲弾を発射するレールガンは、理論上では作薬を使用する従来の火砲よりも高速度でかつ、射程距離も長いということから注目を集めており、次世代の兵器としての可能性に期待されているんだ。作薬を使用しないレールガンは砲弾を爆発の圧力で加速させる方針が不要で、ネーミングにあるように電動性の高い素材で作られた2本のレール間に、同じ素材の弾頭を置き電力による磁場作用でこれを発射するよ。当然、新兵器開発には膨大な予算と軍事技術力が必要となることはレールガンにおいても同じで、20世紀以降世界最大の軍事力と軍事予算を投じ続けるアメリカがやはり先行してきたな。中でもレールガンの研究開発に着手したのは米海軍であり、2007年頃より研究部署である ONR オフィスオブネーバルリサーチが、英国軍事企業大手 BAE システムズ社と共同スタートしたぜ。BAE システムズ社は、イギリスを中心とする第6世代戦闘機開発プロジェクトテンペスト計画を主導しており、世界最大の海軍の依頼でレールガンの研究開発の任にも参画しているね。米海軍の ONR と BAE システムズ社は、2008年に射程距離約 370km、
発生電力量 64MJ を当面目標に掲げて研究を開始し、アルミ製の弾頭を 10MJ で時速約 9000km で発射させることに成功したんだ。さらに2010年にこのプロジェクトは、当初の目標であった発生電力量 64MJ の約半分にあたる 33MJ を達成、プロトタイプのレールガン開発を順調に進め、2014年には艦艇に搭載してテストを行うとの発表もされたよ。プロトタイプのレールガンが搭載されることになった理由は、通常の船舶よりも幅の広い総合型の輸送船で搭載に広いスペースを必要とする関係上、都合が良いと判断されたからだな。当時レールガンを実装化する最有力候補として挙がったのが、2011年から建造が始められていたズムボルト級ミサイル駆逐艦であり、膨大な電力を必要とすると分かっていても、この艦との親和性が高いと判断されたからなんだよね。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は大型のガスタービン機関で電力を発電して使用する、統合電気推進方式が搭載されており、発生した大電力をレールガンにも使用する案が考えられたんだ。はじめの段階でズムボルト級ミサイル駆逐艦の主砲は、従来の火砲に変えて AGS-155mm 砲と呼ばれるロケット弾の一種を搭載する仕様だったんだけど、レールガンは将来的に代替兵器となることを期待されていたと言えるよね。だが、ズムボルト級ミサイル駆逐艦が AGS-155mm 砲をはじめ、たくさんの新機軸を乗り込みすぎたゆえに建造費の高騰、そして米海軍が必要とする安定運用が困難となり、わずか3隻の建造で打ち切りとなってしまったんだよな。このズムオルト級ミサイル駆逐艦のリレーに連鎖するように、未来を見据えたレールガンの実用から現時点では困難だと米海軍が認識し、2021年時点ではプロジェクトすらも中止となっているぜ。レールガンの実用化はまだ先ってことだね。ああ、だけど完全に不可能ではないってことだな。この先の技術力に期待すれば十分実現可能だ。いつかレールガンが配備される日まで、気長に待ってみようよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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 14年ぶりに韓国海軍が就航させた大型輸送艦マラドをみんなは知っているかな？揚陸能力がすごいと言いつつも、実は軽空母に改造できるだとか、F-35 だって運用できると豪語していたやつだよね。実際にマラド級は何のために建造されたのか、意味がわからないという声が多いのも事実らしいぜ。本当に意味があればいいんだけど、意味がなかったらちょっと笑ってしまうよね。そうだね。そこで今回は、このマラド大型輸送艦に隠された意味を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ドット級揚陸艦の2番艦として登場したマラドは、満載排水量は1万9000トン、全長200メートル、全幅31メートルのスペックを誇り、乗員数330名の他に海兵隊員720名を収容することが可能な揚陸能力を保持しているよ。また、主力戦車6両、KAV 水陸両用車7両、LCAC エアクッション型揚陸艇を2隻、汎用ヘリコプターを7機から12機程度、艦内2隻再収容する能力を有しているみたい。固有の武装としては、艦首と艦尾に 20mm バルカン砲 CIWS を備え、艦橋後部には地対空ミサイルを発射可能な KVLS を装備しているね。まあ、ここまでの装備を整えていれば輸送艦としては十分と言えるが、そもそも韓国陸軍をどこに輸送するのか疑問符が残るよな。マラドの飛行甲板には、5つもの発着用スポットが設置されており、韓国海軍や海兵隊が保有するヘリはもちろんのこと、必要に応じて韓国陸軍が運用する大型ヘリコプターを運用できるようにもなっているとされているね。ヘリを使って揚陸作戦を行う、そんなシチュエーションがあるとすれば、北朝鮮沿岸に向かっての敵前上陸か、竹島奪還のための逆上陸しか想像はできないよな。むしろ、竹島防衛のためにこの艦首があるのではないかと、うがった見方をしている人もいることは事実だよ。実は韓国海軍、このマラドやフラッグシップ艦であるドクトの2艦を軽空母化し、短距離離陸垂直着陸が可能な第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型を搭載して、運用することを検討することも語られていたんだ。でも、
その計画の実現にはまだまだ時間がかかるようで、アメリカに対して戦闘機の購入を申し出たそうだけど、アメリカからは釣れない返事しか返ってきていないみたい。アメリカとしては、艦載機ではなくてもオスプレイでいいのではないかとの意見もあるようだね。実際、アメリカ海兵隊のオスプレイの運用には、マラドもすでに対応できる状況で、アメリカとの軍事同盟に基づく相互運用の一環として周辺有事の際に使用できるようになっているとも言われているが、これが韓国国内の親中派には面白くないようだぜ。というのも、アメリカが想定している朝鮮半島や台湾海峡有事は、明らかに中国を仮想敵国としているわけで、その軍事行動には韓国軍も当然同盟国として組み込まれているからだ。昨今、韓国は中国回帰とも言える姿勢を明らかにしているから、あまりアメリカにべったりしすぎると中国様の機嫌が悪くなってしまうじゃないか、というのが親中派の意見のようだね。実際、アメリカのミサイル防衛システムサードが2017年に韓国国内に配備された時でも、中国は明らかに反発していたし、中国からすれば、中国から韓国を攻撃するとでも思っているのか、と難癖をつけつつも、実際にはその防衛システムが、中国本土を狙っている攻撃型ミサイルではないかとの懸念を拭いきれなかったってわけ。韓国がアメリカの言い分を受け入れようとすると、韓国系企業の関税を引き上げたり、中国への進出を合法的に阻害するなど、かなりの嫌がらせを行ったのは、韓国政財界には記憶に新しいことだぜ。独裁国家が力を持つとろくなことにならないよね。独裁国家だからこそ、力をつけるのか、力をつけるから独裁国家になるのか、そこはわからないけど、珍しく哲学的だね。まあ、そんな事情もあり、韓国は中国にかなりの配慮、気遣いを重ねているようだよ。このマラドについても、揚陸艦という分類ではなくあくまで輸送艦という交渉を貫いているのは、中国への明らかな配慮の一つと言われているんだ。揚陸艦ならば、その仮想敵国はどこなのだ。中国にこう問われた時には日本と答えると、中国様は痛く満足することだろうね。でもアメリカ様は同盟国になんてことを言うのだと逆ギレするだろうから、うまいことのらりくらりと回答しなくてはならないな。もちろん、アメリカに同じ質問をされたら中国北朝鮮と答えることは間違いないだろうから、こんなどっちつかずの国を同盟国として面倒を見ているアメリカには、ちょっと同情するぜ。今後、韓国は3万トン超級の軽空母建造を目指す方針を打ち出しているけど、これもかつては新型の大型輸送艦と呼ばれていたものを、改めて軽空母と言い出したに過ぎないよ。あれれ？中国様の顔色はいいのかな？アメリカ様に断りをしたのかな？なんてなことを考えてしまうよね。韓国にはその2国よりもさらに顔色を見なくてはならない国日本があるからな。日本といえば、中国による尖閣諸島など南西諸島の防衛の必要性が高まったことを理由に、ヘリ搭載型護衛艦出雲と加賀を軽空母化する改修をスタートさせているけど、韓国は日本の空母保有を、マラド級の軽空母化や新規の軽空母建造の最大の理由にしているね。あの日本に負けるのは腹立たしい。日本が持っていて韓国が持っていないのは問題だと。国力や技術も顧みずに欲しがる国韓国は、こうして軽空母までその勢いで建造することになりそうだな。そもそもドクト級は、イギリスでインビンシブル級航空母艦の、建造に携わった BAE 系列企業の支援を仰いで行われたものであり、そういった意味ではすでに空母技術の部分的な移転を受けているかもしれないね。実際、韓国の軽空母計画の内容として、クイーンエリザベス級航空母艦の建造に携わったイギリスのパブコックインターナショナル社が加わるとの見方もあり、世界のメディアからも注目を集めていることは事実だよ。さらに、極東方面に向かって各地で合同軍事演習等を行いながら、航海しているイギリス空母クイーンエリザベスに関しても、韓国に寄港する可能性があると示唆されており、韓国の軽空母建造プロジェクトにイギリスが関与する公算は大きいのではないかな。それでは、なぜ韓国海軍がマラドの建造に踏み切ったのか、その原点に帰って考察してみたいと思うよ。当初は、上陸作戦支援として大型ヘリを5機程度同時運用できるヘリ空母としての構想があったようで、そこにドライドックを装備してエアクッション艇も同時に装備して、敵前上陸から支援攻撃まで足したようにこなせる万能艦としての用途を想定していたみたい。そのためにも、搭載するヘリコプターはオスプレイが必須だったようで、アメリカ様の顔色を伺ってかつてのインチョン上陸作戦を再現することもあるでしょう？と言ったかどうかはわからないけど、なんとかアメリカ様のご機嫌をとって、ドクト級でのオスプレイ運用試験を許してもらったみたいだね。とは言っても、
韓国が望むように空陸同時に上陸作戦を展開できるポテンシャルはまだまだ得られることができず、今後アメリカにどのような感じで甘えて助けてもらうかが、見ている側としては面白いかもしれないな。そして、韓国の軍事資料を調べていると、意外な事実も分かってきたよ。なんとマラドに関連するプロジェクト名が大型輸送艦にプロジェクトと呼ばれているんだ。これは、軽空母を所有することで中国や北朝鮮に対する誤解を招くことから、あくまで大型輸送艦であることをアピールしているためにこの名称を使っているみたい。そちらを攻めるために使いません。嫌な日本を攻めるときに使う。いや嫌な日本が持ってるからこっちも持たなきゃいけない事情があるのですよと、中国や北朝鮮に説明をしたかどうかはわからないけど、中国や北朝鮮だってなんでお前たちが軽空母を必要とするの？って、聞きたくもなるよね。アメリカ様に助けてもらえばいいじゃんって言われたら、グーの根も出ないもんね。でも、韓国軍の中にはアメリカばかりへの依存への不安や、自国防衛は自国で、という考えもあるかもしれないね。先ほども紹介したアメリカのサード配備の結果、中国から実質的な経済制裁を受ける羽目になった韓国では、中国よりアメリカに依存する現在の体制を批判する声が上がったことも事実なんだ。アメリカは何もしてくれない。中国はお兄さんなのだから言うことを聞いた方がいい。経済面でもすでに中国は兄以上の存在ではないか。そんな幼少期の兄弟関係のようなことを、国際政治の中で当然のように考えるのであれば、ちょっと軽薄かもしれないがな。でも、マラドを軽空母にしたくなったというのは、アメリカ依存からの脱却を目指す動きの一つかもしれないぜ。韓国の現状では、有事になると横須賀にいるアメリカ第7艦隊が出動し、日本海に展開することで北朝鮮やロシアに睨みを利かせる。それが担保されていることで大きな抑止力が働いていることは事実だよ。だからといって、アメリカが来なかったら困るから、軽空母を一隻持っておこう。そんな安直な考えだけで抑止できると考えるのは早計だね。アメリカの空母運用では打撃群という名称を用いて、空母を中心としてフリゲート艦、イージス艦などが統合運用されることで大きな戦力となっているけど、韓国は打撃群を作り出すことができるのかな。もちろん、日本はそれだけの能力があるから出雲加賀の軽空母化に踏み切るわけだよ。アメリカ太平洋艦隊との連携ももちろん必要だけど、すでに連携は図れている状況であり、それでいて中国の軍拡に対抗するためにあらゆる策を講じなくてはならない。その一つが出雲加賀の軽空母化だったわけ。ちゃんと敵を見て、己に不足していることを補う軍備、韓国のように周りの国の事情や自分のプライドを満たすための軍備では、決してないのよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。F-35A ライトニング2は、米軍が開発した第5世代ステルス戦闘機だね。軍事産業で名高いアメリカが開発した兵器だけあって、性能に関しては申し分ないよね。それでもその性能はまだ発展途上だから、ワクワクさせてくれるよな。うんうん。今回はそんな F-35A ライトニング2を導入した韓国について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。米軍が運輸しているステルス戦闘機には、世界最強と名高い F-22 ラプターがあるんだけど、米軍は当初、F-15 イーグルを前期 F-22 ラプターへ置き換える計画だったんだ。だけど F-22 ラプターは最新技術を結集して開発されたこともあり、1機あたり170億円以上の高コスト機となってしまい、調達計画も750機、648機、451機と、削減の一途をたどったよ。最終的には2011年末に米空軍へ引き渡された195号機を持って、生産が終了するに至ってしまったんだよな。性能を詰め込むだけじゃコストが上がっちゃうから、難しいところだよね。このように米軍が次期主力として期待していた F-22 は高コストにより機数を揃えることができず、米軍はこの F-22 開発の反省から、低コスト多用途なステルス戦闘機の、開発計画 JSF 統合打撃戦闘機計画が開始され、後にこの計画で開発された機体が F-35 ライトニング2シリーズってわけ。F-35 ライトニング2は一つの基礎となる機体設計から、通常離着陸型 A 型、短距離離着陸垂直着陸型 B 型、艦載機型 C 型の3タイプが開発され、今までは全く別の機体であったところを統合することにより、部品やシステムを共通化することで、開発費及び運用コストの削減を目指していたんだ。しかし、全く別の機種を統合することの難易度の高さから開発は難航したぜ。それにより開発遅延と開発費の高騰を招き、当初の計画ほどには低コストな機体とはなっていないんだよな。また、
この F-35 はすでに米軍や日本、韓国、英国、イタリアなどの国々で導入され、運用がされているんだけど開発プログラム自体はまだ完了してなくて、順次追加アップデートを図りながら作戦遂行能力の拡大及び向上を図っていく計画となっているよ。そして、このアップデート作業にも1機あたり多額の費用が必要数十億円規模であり、これもこの機体の高コスト化を招く一因となっているんだ。日本では、A 型を105機、B 型を42機調達する計画となっており、数の面では米国に次ぐ第2位の F-35 運用国となる予定だよ。韓国も F-35A を40機、当初は60機調達する計画であり、現在24機を調達済みとなっているよ。導入された機体はブロック 3F 完全作戦能力型と呼ばれるバージョンであり、このブロック 3F のバージョンでようやく F-35 に求められる戦闘能力の全てが実装されたんだ。なお、この最新のアビオニクスを搭載した世界最高水準の戦闘能力を持つ F-35 ライトニング2だけど、伝統的に米国は米軍使用機体と輸出機体では性能に格差を設けるようにしているらしいよ。韓国軍が調達している機体も米軍使用と比較すれば意図的に性能を落とされている可能性があり、これの詳細は米国しか知り得ない機密事項だろうけど、果たしてどの程度のダウングレードになっているかは、米国の導入国に対する信頼度によって決まるのかもしれないね。ちなみに、韓国軍が導入した F-35A ライトニング2は、韓国側が過去に米軍から導入した兵器を、米国に無断で技術盗用した前科があることから、常時米軍の監視下に置かれているとの情報もあり、韓国に対する米国の信頼度の低さを物語っているな。ブラックボックスを開けるなんて、韓国は何を考えてたんだろうね。韓国空軍は現在 F-35B を20機程度調達するか否かの検討を開始しているよ。この F-35B とは、短距離離着陸垂直着陸型の F-35 であり、主に軽空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板が比較的短い艦や、カタパルト発艦装置が搭載されていない正規空母での運用を想定して設計された機体だね。そして、F-35 シリーズで唯一、垂直着陸性能的には垂直離陸も可能な機体であり、垂直に飛行可能な特異な特徴を持っているために映画でも、垂直に飛行しているシーンが登場しているんだ。ただ、垂直飛行はあくまでも離着陸のための能力であり、映画のように垂直に飛行しながら戦闘行為を行うことは想定されていないよ。この F-35B だけど、韓国が F-35B の調達を検討しているのは、韓国が軽空母強襲揚陸艦を含むの保有計画を表明しているからだね。この背景として、日本の海上自衛隊が保有する出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の、出雲及び加賀の2艦に対して F-35B を搭載することが決定しており、その対抗策としての意図が大きいと思われているよ。なお、すでに日本は1番艦出雲について、固定翼機運用のための第一次改修工事を終了しており、2021年10月5日に米海兵隊の F-35B の出雲への着発艦実験を成功させているぜ。そして、F-35B は現在、米国以外では英国と日本のみしか採用国がなく、米国や英国は調達機数を引き下げる動きを見せているため、開発元のロッキード・マーチン社からすれば、韓国の導入の動きは歓迎すべきことであるようだな。だけど、この韓国が立ち上げた軽空母建造計画に先立ち、搭載する艦載機のデータがなければ軽空母の建造ができないため、韓国は F-35B の開発元であるロッキード・マーチン社に F-35B の情報開示を求めたんだけど、調達契約後でなければ明かせないと拒否されているよ。契約しなければ機密情報を開示しないのは当然のことではあるが、国家としての信用度は低いというところも大きいのかもしれないな。韓国がやってきたことを考えると当然だよね。なお、これまでは韓国が現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の、後継艦として3万トン級の大型輸送艦の建造を表明しており、これは中国から空母保有に対する反発を避けるために、空母という名称を避けたものだったんだけど、日本が軽空母相当の護衛艦を保有するに至ったために、明確に軽空母保有の方向性を表明した模様だね。さて、韓国の領海の広さは日本の 10% 程度しかなく、朝鮮半島全域の領海を含めても日本の 12% の広さしかないんだ。それと比較して日本の領海面積は世界第6位の規模を誇り、国土よりも領海の方が国土の12倍広く、日本は世界に名だたる海洋国家となっているよ。そのため、日本の場合、遠く陸地から離れた海洋での防衛任務も想定され、陸上の航空基地からの支援が得られにくい場所でも航空作戦を実施するために、海上の航空基地たる空母を保有することには一定の合理性があるんだ。特に対中国の脅威から、南シナ海及び強大なシーレーン防衛には、
限られた陸上の航空基地からだけでは即応性に課題があるからね。その反面、韓国の場合、東、西、南のどの領海内においても、陸上の航空基地から十分な支援が得られるんだ。そもそも、日本とは違い、韓国が想定している敵は陸続きの北朝鮮であり、北朝鮮相手に高価な空母を保有する合理性はないよ。つまり空母ではなく、陸上戦力や空軍戦力に重きを置くべき防衛環境と言えるんだね。また、軽空母での運用が想定されている F-35B は通常離着陸型の F-35A と比較して、燃料搭載量が少ないために航続距離が短く、垂直着陸に要する装備の追加による機体重量の増加の影響で、搭載可能な兵装も少なく、整備性や信頼性も悪化しているよ。端的に言えば、F-35B は短距離離着陸垂直着陸の能力以外は、F-35A に全てを取っていると言えるな。そのような作戦機として劣った機体を F-35A に変えて導入するほどの、国防上の利点が韓国にはないため、今回の韓国の F-35B 及び軽空母導入計画は、日本が保有するから韓国も欲しいという虚栄心からのものであると考えられるよ。今回の韓国の軽空母保有検討の問題で日本が懸念することは、韓国が米国の意に反した行動をしつつあるということだね。トルコがロシア製のミサイルを導入した際に米国が反発して関係が悪化したように、韓国がそれと同じような状況となれば、韓国の東アジアにおける共産主義国家からの、西側諸国の防波堤の一翼としての機能が薄れ韓国が担っていた負担が日本に移り、それが日本に重くのしかかることになるんだ。ほんといい迷惑だよ。また、F-35 ライトニング2は、日々のメンテナンス以外は特定の国家に設置された。組み立て製造及びメンテナンスを行う拠点 FACO で重整備や、機器のアップデートなどを行う必要があるんだけど、東アジアにおける拠点は日本にあるんだ。これについて、韓国は政治的感情的に日本での同期の整備を拒否しており、韓国における F-35 ライトニング2の稼働率低下が懸念されるよ。日本の場合、F-35 ライトニング2の稼働率を向上させるために FACO を日本に誘致し、日本国内で機体の組み立て作業も行うために F-35 の調達価格も韓国よりも3割ほど高くなっているぜ。これは日本が、ただ F-35 ライトニング2という機体を導入することだけしか考えていなかった韓国とは違い、実際に運用する上で防衛上必要な稼働率の確保に重きを置いていることが伺われるよな。また、FACO は F-35 ライトニング2の機密事項を多く取り扱うため、国家としての信用度も大きく問われ情報漏洩が行われないと米国から信用される必要があるぜ。ただ、これについては、日本と同様に FACO を開設しているイタリアが、昨今のコロナウイルス感染拡大の影響によって経済状況が悪化し、中国の経済援助への依存がますます強くなっており、これにより、イタリアから中国へ機密情報の漏洩が懸念されているんだ。中国の脅威は全世界的に広がっているから、日本もイタリアのように中国への依存度を強めれば米国からの信用度も低下する可能性があるし、日本は難しい舵取りを迫られているんだよね。ちなみに韓国は日本の人口の半分であるにもかかわらず、日本とほぼ同額の防衛予算を計上しているよ。韓国ではインドネシアと共同で開発を行う予定であった。国産 4.5 世代戦闘機 KFX の開発費の負担増加も問題になっているよ。国民一人当たりの防衛予算の負担が日本の2倍ということもあり、国民から防衛費の使途について、もっと有効な使い方を求める声が韓国内からすでに噴出しており、今後の韓国の動向が注目されるね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。2022年度の防衛予算で、レールガンと呼ばれる次世代兵器の開発費の予算が計上されたよ。ついに日本もレールガンの開発を本格的に進める時が来たんだね。この時を待っていたよ。レールガンは心躍るよな。火薬を使わないなんて近未来的だし、SF チックな兵器の代表例みたいなものだしな。超電磁砲って響きがそもそもかっこいいもんね。そうだね。さて今回はそんなレールガンの開発について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそもレールガンとは、火薬を使用せず、電動性の高い2本のレールに高圧電流を流すことにより磁場を発生させ、その磁場の力電磁気力ローレンツ力で砲弾を加速して打ち出す装置のことだよ。火薬を必要とせず、
電気エネルギーさえ調達できれば、非常に高い方向初速度で砲弾を撃つことが可能であるため、非常に高威力の近未来的な兵器として、科学が発展した未来を題材とした映画では、レーザー兵器とともに未来兵器の定番としてよく登場するよね。嬉しいけど、それはなぜなのかな ?2022 年1月12日に BS 日テレの真相ニュースの中で、小野寺逸則元防衛大臣と小原凡司笹川平和財団上席研究員が、その理由について語っているよ。今回、日本がレールガンの開発を決定した背景として、北朝鮮が発射実験を繰り返している超音速弾道ミサイルへの対処ということが大きく挙げられているみたい。レールガンは、試作試験段階でも 200km 以上の長距離射撃が可能であり、理論上では、火薬で発射する大砲や燃料から得られるエネルギーにより飛翔するミサイルなどと比べ、レールガンは電気エネルギーだけを利用して砲弾を発射することが可能であるため、低コストで、かつ、連射することも可能であることから、弾道ミサイルなどによる飽和攻撃を受けた際に多数の砲弾を即時に発射して迎撃することが可能であるとのことだよ。防衛省では、これまでにもレールガンを研究しており、試作したレールガンの発射試験においては、方向初速は毎秒2300m、マッハ6程度の速度を記録したんだけど、これは、従来型の火薬で砲弾を発射する戦車砲の方向初速、毎秒1700m から1800m を上回る速度であり、真相ニュース内で番組キャスターより、レールガンを開発することのメリットについて質問が及んだ際、小原上席研究員は、砲弾を極めて高速かつ連射して撃ち出すことが可能であり、高速で飛翔するミサイルに対して、砲弾を短時間に多数到達させて迎撃率を、向上させることができると回答をしているよ。そして、米軍による地上試験では、最大射程 370km であるとの報告もあることから、今後、連射速度が今まで以上に向上すれば、火薬を使用しないことによる安全性誘爆の危険性の減少等が高いこともあり、非常に期待が持てる兵器である旨を述べているみたい。また、番組の中で、強力な磁場を発生させる装置を開発することに対する困難さについての質問については、米国が10年間開発を続けた末に開発継続を断念したことを挙げ、その理由として、米国は水上艦艇にレールガンを搭載することを想定していたため、艦船に搭載可能な小型高出力の電源装置を開発しようとして失敗したが、日本はこの分野における研究開発が進んでいるため、その技術的な優位性を活かせば開発は可能である旨の発言をしているんだって。日本が今まで培ってきた技術が活かせるってことだね。そして、現状、米軍のズムボルト9駆逐艦に搭載されている統合電源システム IPS であれば、IPS は艦隊各所で必要な電力量を計算して、必要量に応じて集中して配電することが可能であることから、同艦にレールガンを搭載することは可能であるとしながらも、レールガンを発射した場合に必要な電力は膨大であり、発射する場合は艦内に供給される電力の大半を使用することになり、他の電子機器が一時的に使用できなくなるため、実際に搭載することは現実的ではないことが述べられているんだ。しかし、その点では、日本が誇る小型高出力の電源システム関連の技術を発展させれば、問題の解決は可能であろうとしているぜ。特に電源の実用化に向けては、常時発電することによって電力を確保するのか、それともバッテリーに充電することにより電源を確保するのか、二通りの方法が提示され、バッテリーで充電する方法については、充電した電力を使い切った場合には、それ以上の連射が不可能になることや、バッテリーの充電にも時間を要することが大きな課題として挙げられていたよね。けどこれらの点に関しては、電源システムやバッテリー技術については、日本が世界でも優位性を持つ多数の技術を有しており、米国との国際共同開発を行うことになった場合には、日本の電源システムやバッテリー技術の技術的優位性を活かして、主導的役割を担うべきだとしているんだ。続いて小野寺元防衛大臣が、レールガンについて、現状の弾道ミサイル迎撃用の迎撃ミサイルが非常に高価であることが問題になっており、レールガンは低コストな迎撃手段であると見積もられている旨の見解を示し、小野寺元防衛大臣が2012年に初めて防衛大臣に就任した当時から、レールガンについて有効な兵器であるとの期待を持っており、多額の予算が必要となる現状のミサイル防衛システムに代わる新たな次世代のミサイル防衛システムを、構築していくために研究開発を行うよう、防衛省内の関係部署へ指示をしたことを明かしたみたい。
今後も小野寺元防衛大臣は、現在は自由民主党の防衛大綱について議論するワーキングチームの座長を務める立場から、レールガンの性能向上に向けた予算計上について協力していくとしているんだって。そして、小原上席研究員の意見にも賛同し、日本が有する最先端の電気系関連システムの研究について期待感を持っているとした上で、陸上への配備が優先されるとしつつも、専守防衛の面から、日本へ向かってくるミサイルへの迎撃率を高めるために航空機への搭載も視野に入れるべきであるとの見解を示しているよ。さらに番組内では、レールガン開発に向けた課題とゲームチェンジャーとしての可能性について議論が進められたんだ。課題として挙げられた大電力の電源確保についての他にも、最新の弾道ミサイルは、迎撃率を低減するために目標に対して直線的な軌道を取らず、変則的な軌道をしながら高速で目標に向かってくるとされ、そのような現在諸外国で研究開発が進む極超音速ミサイルに対して、レールガンが実際に有効な迎撃手段となりうるのか、さらには巨額の研究開発費の捻出問題についても小野寺氏と小原氏へ質問がなされたようだね。この質問に対して小野寺元防衛大臣は、変則軌道を行う弾道ミサイルへの対応については、既存のペトリオットミサイルシステム PAC-3 や、イージスシステム SM-3 をレールガンシステムが代替するものではなく、既存の迎撃システムにレールガンシステムを加えて多層的な迎撃網を構築していきたい旨を示し、既存のミサイル防衛システムの迎撃手段が、弾道ミサイルに対して迎撃ミサイルを直撃させることで撃墜することを目指しているが、レールガンも含め、近接新艦などで弾道ミサイルの至近距離で迎撃用弾頭を起爆させて、迎撃するなどの手段も研究していくべきであるとしているんだって。また、小原上席研究員は、極超音速ミサイルは高速になるほど、そのミサイルの運動性は低下することを指摘し、高度が低下していけば空気抵抗が増して飛翔速度も低下するため、高い運動能力を必要とする変速軌道は、高高度を飛翔中にしか行うことができず、飛翔高度が低下していく段階では弾道ミサイルの運動性と飛翔速度が低下し、レールガンでも十分に迎撃は可能であるとしているよ。いろいろ課題はあるけど、開発に成功すれば迎撃率が上がることは間違いなしだね。しかしながら、レールガンの構想は1960年代より議論が交わされており、本格的に各国で研究開発が行われたのもここ10年程度のことであり、その実現性には疑問の声も上がっているぜ。これについて、小野寺元防衛大臣は、小野寺氏が防衛大臣在任中の防衛省幹部は、レールガンに寄せる期待が非常に高く、防空手段としてだけではなく、対艦攻撃手段としても活用していく構想も防衛省内では議論されており、実現の可能性は高いとしているんだ。さらに莫大な研究開発予算について小原上席研究員は、日米共同開発が実現すれば、日米同盟の強化にもつながるため、非常に高い目標ではあるとしながらも2028年までには開発を完了させ、実用化していきたいと語っているよ。そして、2028年という早期の開発完了が成し遂げられれば、日本の技術水準が非常に高度なものであることを中国にも示すことができ、それをもって中国に対する抑止力を高めることにつながるとしているね。そして、日本がこの先もゲームチェンジャー的な革新的な技術を開発し続けることができれば、日本は侮りがたしとして、日本への挑発行為や圧力を控えるようにもなり、日本の平和にもつながっていくと語り、技術開発を絶えず継続的に行っていくことが重要であると結んでいるよ。このように日本でもレールガンの開発が本格的に始動したけど、これは単なる一兵器開発としてだけではなく、日本の抑止力強化、日米同盟の発展、ミサイル防衛体制の強化など、様々な重要な要素が絡んだものであり、このレールガン開発については、今後も注目をしていくべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の潜水艦太平級の情報が入ってきたみたいだね。原子力潜水艦以上の性能じゃないかと言われてたけど実際どうなのかな？でもよ、なんか馬力の低下が得られてたみたいだぜ。さすがに原子力潜水艦以上の性能は無理があるんじゃないか。そういう型をさらに進化させたと言われている太平型だね。日本が誇る最新鋭の潜水艦で世界最高峰の船員峰と言われていたけど、
確かに馬力がダウンしてるんじゃないかと指摘をされてるんだよね。リチウムイオン蓄電池とスターリングエンジンの組み合わせは、電線以上の性能になるんじゃないかと当初は言われていたよな。もちろん馬力ダウンすることがそのまま性能ダウンになるとは限らないからね。世界各国で潜水艦は日々目まぐるしいスピードで進化してる。原子力潜水艦や通常動力型潜水艦など様々な種類の潜水艦があるんだけど、どの潜水艦にも共通して言える大事な性能は静粛性と隠密性なんだよね。これらの性能をいかに向上させるかが潜水艦の開発建造において最重要項目なんだ。潜水艦の馬力がダウンしても静粛性や隠密性が向上していれば問題ないってこと？馬力を落とすことで静粛性や隠密性が向上するならば、潜水艦としては十分な役割を発揮できるんじゃないかな。それじゃあ今回は日本がこの度就航させた太平級の性能、建造目的配備後の運用について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。やっぱり日本にとって潜水艦の建造はいろいろな軍事兵器開発の中でも世界でもトップレベルだと思うんだ。原子力潜水艦を保持しないという日本の信念みたいなものを貫き通して、通常動力型潜水艦を極めてこの分野では世界一だと言っても過言ではないよね。最近話題になったのが、海上自衛隊の総有型潜水艦欧遊から、リチウムイオン電池が搭載されたことだよね。そうか、日本は原子力を使うことには敏感な国だからね。逆にそれが声を添えして通常動力型潜水艦では世界のトップを走ってるんだよ。海上自衛隊が運用する総有型は通常動力型潜水艦としては世界でも最高峰の性能なんだけど、それをさらに進化させたのが、太平型潜水艦なんだ。太平は2020年10月に三菱重工業神戸造船所において浸水した。この太平は総有型と同じ全長で喫水が2メートルほど深くなっていて、排水量で50トン上回り、海上自衛隊が運用する潜水艦の中でも最大級の潜水艦となったんだ。太平って大きなクジラって意味でしょ？そうだね、クジラにちなんだ名称になっているよ。ちなみに海上自衛隊では潜水艦の艦名は海象や水中生物の名から付けられると訓令で定められてるそうなんだ。太平は太平洋戦争の時には潜水母艦の名称だったんだよ。その後太平は航空母艦に改装され艦名も UFO に変わったんだ。それじゃあ潜水艦太平の話に戻すね。太平は、11番艦欧遊12番艦東遊から、搭載されたリチウムイオン蓄電池が採用されて、ディーゼルエンジンによる充電能力向上を目的として開発されたスノーケル発電システムが搭載されてるんだ。この二つの装備によってリチウムイオン蓄電池の性能を十分に引き出すことが可能になり、スターリングエンジンじゃなくてもそれ以上の性能が発揮できるようになったと言われてるんだ。でもよ、確か以前の話ではリチウムイオン電池を搭載することでコストが大幅にアップするって言われてたよな。その問題は解決したのか？確かにそうだったね。スターリングエンジンを搭載しないことで、その分機体にスペースが確保できたために、リチウムイオン蓄電池を搭載できるようになったんだ。確かにリチウムイオン蓄電池に置き換えることで費用はかかるようになったんだけど、出力は大きく向上したんだよ。スターリングエンジンと鉛蓄電池を搭載していた10番艦は1隻あたりの建造費は517億円だったんだけど、リチウムイオン蓄電池搭載艦は643億円にまで建造費が膨れ上がったと言われてる。しかしこれはコストよりも、性能アップを重視したということだから仕方ないよね。そうだね、コストがかかるからって古いやり方にこだわってたら開発競争に乗り遅れてしまうもんね。潜水艦は二国防衛の要だからな。世界に置いていかれてるようじゃいけないよな。そして冒頭で出ていた馬力ダウンの件だね。スターリングエンジンを搭載してた総有型はスクリュー時空魔力は8000馬力あったんだけど、欧遊東遊は5600馬力と公表されているんだ。これだけ見たら、リチウムイオン蓄電池搭載艦は馬力が大幅ダウンしたように感じるよね。単純に数字だけ見ると大きな差に見えるぜ。大丈夫なのか？もちろんただ馬力ダウンしたわけじゃないからね。馬力と引き換えに得た性能だってあるんだよ。瞬間的な最大速力は確かに低下したんだけど、リチウムイオン電池は効率放電を長時間持続できる特性を生かして、長時間にわたり中速から高速で先行することが可能なんだ。いろいろな性能を見ていくと総合的には性能は大きく向上しているんだよね。そして最新鋭潜水艦太平はリチウムイオン電池の特性を最大限に活かすために、スノーケル発電システムが採用されているんだ。このシステムが採用されたことで長時間先行したままで高速充電が可能になったんだ。それと運用面でも大きな改善ができたんだよ。
船体にも新しい構造が採用されていて、一般的に浮き課題の構造は他国の潜水艦でも採用されている。フローティングデッキが日本の潜水艦としては初めて採用されたんだよ。これは、艦内での乗組員の動きに伴う音や、機械音など衝撃や振動などを緩和して静粛性を上げる効果があるんだ。その他にも静粛性の高いプロペラ、スクリュー、音波吸収材装備などで、そういう型より静粛性が飛躍的に向上したと言われてるよ。隠密行動が主体の潜水艦で静粛性が向上したっていうのはかなり大きな改善だね。そうだな。それとスターリングエンジンを搭載しなかったことで船体自体のスペースも余裕ができて、乗組員の居住スペースもかなり改善されて艦内での生活が快適にもなったそうだね。そうだね。潜水艦は何ヶ月も任務で狭い艦内で生活をしなければいけないから、乗組員の居住スペースが快適になればストレスも軽減できるだろうね。それと、あとは太平の兵装だね。太平の兵装は親潮型双流型と同じく1と8式長魚雷、ハープーン対艦ミサイルを発射できる 533mm 発射管が6門搭載されているよ。1と8式長魚雷は潜水艦用の魚雷のことで2018年に正式に採用された新魚雷なんだ。2022年には日本の全潜水艦に行き渡る予定なんだよ。搭載されている音響センサーは魚雷の追跡を欺くおとり魚雷を見破る能力だけじゃなく、ジャミングによる魚雷センサーの悪影響も受けにくくなってるんだ。確実に目標を捉えて形状を識別し命中力を高めることができるようになったんだ。これまで上がってきている情報だけでもこれだけの改善と進化が見て取れるよね。やっぱり日本の潜水艦の開発と建造の技術力は世界トップレベルだと思うよ。そうだな。原子力潜水艦が主流の現状でも新しいことに取り組んでそれに負けない潜水艦を作り上げるんだもんな。やっぱり日本の技術はすごいや。今後太平の活躍により日本の建造技術が周知されれば、他国に日本の潜水艦が販売され、世界の海で活躍することになるんじゃないかな。それだけの性能は十分あると思うんだよね。今後の太平の活躍に期待だな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー。待ってたぜ。待ってました。今回の豆知識は、アニメだぜ。出たお前アニメに詳しいもんな。今回は超有名アニメドラゴンボールだよ。めちゃくちゃ有名だね。ドラゴンボール主人公、孫悟空が有名セリフを押す。オラ孫悟空っていうセリフ聞いたことあるかな？誰でも一回は聞いたことあるセリフだな。実はそのセリフ本編では、一度も言ってないんだってさ。なんじゃそりゃ。さすがの俺でもびっくりだね。信じるか信じないかはあなた次第。ならまた見てね。いつも見てくれてありがとう。ありがとうね。オラ、ワクワクすっぞ、カメハメハ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 。ありがとうね。オラ、ワクワクすっぞ、カメハメ。現在、日本が開発している F2 戦闘機の後継機となる予定の第6世代戦闘機次期戦闘機だけど、この次期戦闘機で運用する予定の無人戦闘機も同時に開発が進んでいるよ。無人戦闘機ってかっこいいよね。近代的で、すごくそそられるよ。無人戦闘機は、母機に随伴し、AI による自律飛行が可能であるとされているからな。しかしながら、それでも無人機に対して指示を出す必要はあるため、現状では次期戦闘機は、無人機操作のために複座式となるのか、すべてを高度に自動化して短座化するのかまでは決まってはいないみたいだぜ。そうだね。さて今回は、そんな次期戦闘機用無人機を開発中であることについて、解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。次世代の第6世代戦闘機は、西側先進国を中心に世界各国で開発が進んでいるんだけど、現在のところの第6世代戦闘機のコンセプトの一つとしては、母機となる戦闘機に無人機が随伴し、母機は無人機と共同で戦闘行動を行うことにより、より作戦の幅を広げつつ、
母機の生存性を向上させようとしているんだ。日本でも次期戦闘機として第6世代戦闘機の開発が2021年より本格的に開始されているけど、3代目の国産戦闘機として F3 とも呼ばれており、無人機についても2021年に実証機の開発関係費の予算が計上されているよ。フルスケールでの開発が進められることになり、次期戦闘機と同様2035年頃に配備される予定となっているよ。現在は自衛隊の作戦及び任務の遂行に応じたミッションシステムやインテグレーション技術の研究開発及び各種武器を統合する火器管制システムなどの研究開発を進めている状況らしい。また現在開発中の無人機は前述のミッションシステムやインテグレーションとの緊密な連携と、それに対応した自立飛行制御技術の開発が求められており、母機のパイロットが移行制御せずとも自立飛行を行い、所定の任務遂行が可能なレベルの無人機開発を行っているようだな。将来的には敵対勢力の人間を無人機が自動的に攻撃するような戦場になっていきそうだね。そうだね。そして現在無人機に求められているものは、母機のパイロットの生存性を高める高度な自立飛行及び作戦遂行能力、有人機では不可能な高機動性、人間の搭乗が不要であるため、機体内部容積を兵器及び燃料に割り当てることによる、兵器搭載量及び燃料搭載量の増大と機体凹凸の削減によるステルス性の向上だよ。コストパフォーマンスについても、有人機に比べて、パイロットの搭乗スペースや操縦機器を削減できるんだ。そして、最悪撃墜されてもパイロットの損耗を防ぐことができるので、兵装を使い果たした場合でも機体を敵機や敵艦船に特攻させて攻撃することすらできるってわけ。もちろん、無人機といえども非常に高価な装備だから、簡単に使い捨てることはできないけど、パイロットという非常に貴重な人材を無意に損耗しなくてよくなるというのは、非常にコストパフォーマンスが良いと言えるよね。防衛省は、無人機に関して以前より強い関心を示しており、実は1995年より無人機の基礎技術の研究を開始しているんだ。そして、2004年には本格的な無人機の開発費用として3億円の予算を計上し、最終的には開発経費103億円で4機を生産。2009年より航空自衛隊にて国産無人機の配備を行っているみたい。この無人機は、搭載母機の F-15 から空中にて射出され、あらかじめ決められたルートを偵察飛行し、自動で定められた基地に着陸するというものとなっているよ。そのため、攻撃任務に使用することはできず、米軍のグローバルホークに代表される無人機に用に地上基地から遠隔操縦できるわけでも、長時間の飛行が可能なわけでもないんだけど、戦闘機から無人機を射出して運用するというコンセプトは、現在開発中の無人機につながるところもあるとのことだよ。航空自衛隊では、米軍より導入したグローバルホークと同様に、遠隔操作できる無人機の研究も進められており、無人機開発の先進国である米軍ではグローバルホークが、有名な無人機として挙げられるんだけど、この他にも現在米軍にて開発が進められている、XQ-58A バルキリーと呼ばれる機体があるんだ。このバルキリーという無人機を開発した企業は、米国の軍需産業の中ではほぼ無名と言っても良い企業であり、その名をクラスト社というよ。バルキリーは、機体に搭載された AI によって、亜音速飛行による長距離自立飛行が可能となっているんだって。この機体は、2019年3月に初飛行しており、2021年3月には試験飛行も6回に達し、6回目の試験飛行では、バルキリーに内蔵したウェポンベイより、小型ドローンを射出する実験にも成功しているんだ。これにより、無人機で無人機を運用することが可能であることが実証されたことになり、無人機の可能性をさらに大きく広げるものとなったぜ。バルキリーに搭載されていた小型ドローンは、アルテウス600と呼ばれており、米空軍研究所が現在提唱している低コスト消耗型航空機技術の一環として開発が進められたもので、高度な電子戦及び電波情報の傍受などの任務を遂行することができる機体となっているみたい。そして、米空軍では2019年よりスカイボーグ計画と呼ばれる、自立型無人システムの実戦配備を目指すプロジェクトを進めており、これにより、組織化した無人航空機群を運用することにより、紛争地域への迅速な展開及び敵戦力への効果的な攻撃と進行阻止を、比較的低コストに行うことが可能になるとしているんだ。一方、日本における無人機開発については、防衛省は偵察機や戦闘機等の広範な機種による無人機の運用を想定しており、最新のデジタルモックアップ技術を活用して、さらなる研究スピードの向上が図られているようだぜ。
そのような中で、今回の次期戦闘機とともに運用する予定の無人機については、これまでの日本の無人機研究開発の成果の一つであるとも言われているな。防衛装備庁級技術研究本部では、2016年8月に将来の無人機に関する研究ビジョンを公表しており、その内容としては航空無人機の研究開発を中心としていたんだけど、2019年以降からは第3分類無人技術検証と呼ばれるフェーズに移行しており、遠距離見通し外運用型の無人機技術の検証を行っているところとなっているようだね。この後、第4分類無人技術検証にて、戦闘型無人機の研究開発も進められていて、これでは、第3分類無人技術検証にて行っている検証のほか、近距離見通し内運用型、特殊飛行型及び携帯型、ドローンなども候補とされているんだ。現在、これらの研究を基礎としつつ、現状に即して適時研究内容に柔軟性を持たせつつ、無人機の研究開発が進行しているってわけ。また、単にドローンと呼ばれるものでも、用途によって様々な大きさや型式があるぜ。日本が開発しているのは、どんな無人機なの？防衛省で現在開発が進められている次期戦闘機と連携運用する無人機の種類は、近距離見通し外での運用型でありかつ、携帯型無人機とでも言うべきものであるように思われるんだ。これらの無人機開発及び運用思想は、現在の世界の潮流でもあるんだけど、日本においては F-15 イーグル戦闘機の最近代化改修計画が予定通り進んでいない現状では、第6世代戦闘機の開発及び無人機開発に注力していくのは、日本の防衛力整備においては当然の対応であると思われるね。世界各国においても無人機開発に力を入れており、米国においては、2021年2月に米国防高等研究計画局から、ロングショット開発計画と呼ばれる無人機開発計画を発表しているよ。そして、米国内3社に対し、空対空ミサイルによる敵機の迎撃を可能とする、ドローンの設計プランの提出を求めており、このドローンは、母機となる有人機を護衛し、有人機パイロットの生存性確保につながるものとされているんだ。2022年現在、世界はロシアによるウクライナ侵攻によって軍事的な緊張感が大きく高まっているよね。そのような中、米ロは第6世代だけではなく、第5世代や第 4.5 世代戦闘機への無人機運用能力の付与、検討していると専門家の間で囁かれているってわけ。このような米ロの動きに対して、日本は防衛予算の制約もあり、研究開発が遅れていると言わざるを得ない状況ではあるんだけど、今後、航空戦力の無人化は避けては通れない重要な案件であると言わざるを得ないんだ。日本に大きな軍事的圧力を加えている中国は第6世代戦闘機の開発よりも、無人戦闘機の研究開発に力を入れていると言われており、ロシアのウクライナ侵略において、ウクライナ側は無人機によって、ロシア軍部隊に効果的な打撃を与えているとメディアを通して報じられているからね。現在の無人機開発の進捗状況によっては、将来の日本の防空体制、航空優勢の確保に甚大な影響を及ぼすことはほぼ間違いないよな。日本は現在、限られた防衛予算を様々な研究開発に分散して投資しているけど、無人機開発という今後の日本の防衛環境に大きく影響する分野に関しては、分散した防衛予算の選択と集中を行い、現在よりも無人機への研究開発予算を大幅に増額する必要があるのではないかな。さらには、今回のウクライナ侵略戦争を見たドイツは国防予算を大幅に増額し、自国の防衛能力の増強に努める方向に大きく舵を切っているしな。日本も中国という、ロシア以上の軍事大国からの軍事的圧力を受けている状況だから、防衛予算の拡充も速やかに検討すべきだと思うな。その通りだね。日本はいつまでも平和ボケと呼ばれる状況で安穏と過ごすのではなく、自国は自国でも守れるよう努力すべき時に来ているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。